ああ、なんだか緊張いたしますね <laughs> お嬢様、お嬢様、いらっしゃいますかジーでございます返事がありませんねあ、もしやお嬢様、入りますよお嬢様ああ、お嬢様 お昼寝をされていたのですねじは心配いたしましたよえ昼寝じゃないではお寝坊でございますか何をなさいますお嬢様え私が起こしに来ないのが悪いそう言われましてもお嬢様もご存知の通りじは少し遅めの年始休暇をいただいていたのでございますから全く困ったお嬢様でございますね 私が甘やかしすぎたのでございましょうかさあでは私が戻ってきたのですから起きてくださいませ外はいい天気でございますよどうされたのですかお嬢様え溶ける体温は怖いやれやれ爺がいない間に随分と怠け者になったようでございますね 私がいない間、食事は外食、お風呂はシャワーで済ましてはおりませんでしょうね、うん。図星のようでございますね。では、私がお着替えを用意いたしますので、その間に鬼怒川温泉の湯に入浴されるのはいかがでございましょう。癖のないまろやかな湯が乱れた自律神経の働きを整え、すっきりと目も覚めることでございましょう。 川温泉ってどんな温泉おや気になりますかではお湯を張りながらご紹介いたしましょう <laughs> 面白い人ですねこのくらいのことで喜ぶとは喜んでないでは照れているのですか頬にキスしたくらいで。 ちなみに君の答えは正解ではありませんでしたネスがよく答えられたということでのご褒美です正解でしたらもっといいご褒美を差し上げられたのですが残念ですねでは私もそろそろ一緒に入れていただきますかもう何もかもどうでもいいんじゃなかったんですか 私の裸も見ていますし今さら一緒にお風呂に入っても構いませんよねほらそこをどきなさいどうでございますか久しぶりにお風呂に興味が湧いてまいりましたか入浴は体を温めるだけの行為ではございませんよ血行を促進し健康にも良い 日本の心でございます少々の休暇をいただきましたがじいは改めてこれからお嬢様に日本中の温泉をご紹介していく所存でございます甘く切なく心地よく笑いとときめきとちょっぴりの色気これからもお嬢様にお楽しみいただけるお風呂タイムを提供してまいりますあなたがお風呂で伸ばせる CD 温泉擬人化コレクションシーズン2 1> 第1弾鬼怒川編鬼川温泉のせいには何度聴いても飽きのこないめっちゃいい声と評判の吉野博之様がそして全世界が待ち望んでいたストーリーテラー私ことジーメは何度聴いても冬が来ないほどいい声と評判の藤原刑事が務めさせていただきます <laughs> 私帰ってままいりました今年も一生懸命頑張りますよ <laughs> 2013年4月24日水曜日にエ <laughs> M2 レコードより税込みえー、もしやお値段は昨年と同じ2100円でございますか <laughs> ということは国内のお嬢様はいつも通りの手軽さで海外のお嬢様は円安効果で。 よりお得に手に入れることができますねこれはこの G のいえ日本の温泉の魅力を世界に広めるチャンスでございますねでは午前後失礼させていただきます再び最上級の癒しをお楽しみくださいませ